どうも、ようです。サウナ中毒、ジョジョです。スーパー三国志とつみれです。はい、今回は三国志ツアーオフ会を主催したこともあるジョジョさんが三国志のおすすめ本3選を紹介します。まあ、三国志といえばつみれさんと、まあ、思うところであるんですけれども、ジョジョさんにはまずその初級編ということでお願いをしております。じゃあまずジョジョさん、早速お願いします。三国志って興味あるっていう方はいると思うんですけれども、けどどれから読んだらいいのかがちょっとわからないっていう方もいると思うんで、今日は完全初心者でも、まあ、この本を読めば、まあ、三国志について、まあ、結構よくわかるよっていう本を紹介します。はい、お願いします。はい、じゃあまず最初に紹介するのは横山光輝さんの三国志です。うんうん、でこれはあの吉川英治さんという方があの小説の三国志っていうのを書かれているんですけれども、うんうん、まあ、それをあの原作とした漫画となります。あ、そうだったの。はい、で漫画なので本当にスラスラと読めて、三国志もう本当に最初から最後くらいまで、うん、あの書かれているので、うん、まあ、それ全体的に分かるのでとてもあの分かりやすくてめちゃくちゃ面白い。うん、吉川三国志が原作っていうのは私知らなかった。はい、うんうん、でまあ、若干ちょっとあの変わってる部分も、うん、あのあるみたいなんですけれども、うん、あとあれですよね、絵柄が結構有名というか。あ、そうですね、あのいろんなところでそうよく使われてる、使われてますよね。はい、そのそれこそネットとかで、はい、あのネタ画像的に使われることもあれば、はい、あとあの日経新聞とかが一時期広告に使ってましたよね。はいはい、駅とかにさ。そうそう、駅とかに、ね、うん、だから、まあ、見覚えのある絵柄だなって思う人も多いかもしれないですね。はい、あの日本人はもうこの横山三国志で三国志について知れるっていうのがあるので、これは絶対に読んだ方がいいです。はい、そうですね。一番最初、まあ、漫画だしね。はい、ちなみに何巻あるんでしたっけ。文庫版だと30巻です。まあ、結構長いんですけど。まあまあまあ、でも漫画で30だったらね。はい、うん、まあ、夏休みぐらいで、うん、はい、そうですよね。まあ頑張ればいける。しかももうブックオフとかでもまあ割と売ってあると思いますよね。だからまあ値段的にも頑張ればなんとかなりそうな、はい、感じなので、まあ、ぜひよかったらということですね。はい、じゃあ次行きましょう。次はキング・ゴンタさんとイ・ハギンさんの蒼天航路です。うん、でこちらも漫画なんですけども、あの普通三国志ってあの義・語・職があって、あの職側から書かれているのが、うん、まあ、すごく多いんですけども、うんうん、こちらの蒼天航路はあの義、あの曹操の側から書いているんですよ。はいはいはい、であの先ほど紹介した横山三国志、こちらちょっと難点、うん、はあのキャラクターの書き分けがちょっとあんまりできないっていうのがちょっとあるんですよね。まあまあ誰が誰だかっていうところありますよね。はいはいはい、こちらの蒼天航路は、うん、あの本当にキャラの書き分けがものすごく、うん、あのできていて、うんうん、で例えば自分あの義の、あの軍師で書くっていう人と、あと書くかっていう人がいるんですけども、うんうんうん、名前めっちゃ似てるじゃないですか。似てるね。で、まあ、役割もまあ結構あの似てるんですよ。だから、うん、区別が全然ついてなかったんですよね。2人ともね、なんか曹操の参謀みたいな。ああ、なるほどね。うんうん、けどこの蒼天航路を読むと、この2人ともすごいキャラの書き分けができているので、へー、で、あの蒼天航路で、あ、書くと書くかって、あ、もう全然違うじゃんって、うん、それでちゃんとよくあの分かったりしました。あ、そうなんですね。はい、三国志ってこう静止と演技と2つあるじゃないですか。はい、で、基本的に演技側は職からの目線で書いて、静止は義からみたいな。真か。から書いてる、はい、なんかイメージだったんですけど、静止に近いっていうことなんですか、それともそういうことじゃなくて、はい、もう視点が義ですってだけ。あ、そうですね、もうオリジナルな、オリジナルな、あ、そこはオリジナルなんだ。うん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 、本当にこれはあのキャラの個性が、まあ、ものすごく書き分けられてるので、うん、これはあのキャラ推し漫画と、うん、なるほど、なるほど、はい、じゃあ三国志キャラ読みしたい勢の方は蒼天航路から入るのがいい。あれで青年漫画なのかな、一応。あ、多分。でもなんか、うん、展開とかそういう少年漫画っぽい感じで、はい、あ、そうなんだ。結構とっつきやすいかな。はいはいはい、まあ、1回しか読んでないんで、はい、うん、まあまあ十分でしょ、1回読めばなるほど、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、3冊目は北方健三さんの三国志です。はい、でこちらは小説ですね。うん、小説の三国志って、まあ、いろんな作家さんが書かれているんですけれども、うん、まあ、自分あの正直この北方さんしかまだ読んだことないんですけれども、うんうん、とにかくこの北方三国志はキャラクターが超かっこいいんですよ。ああ、そうなんだ。はい、あの元々この北方健三さんってハードボイルドのジャンルでたくさん書かれているので、そのキャラクターをあのかっこよく作るっていうのが、うんうん、もうものすごい。呂布とか馬超とか、そこら辺がめちゃめちゃ超かっこいいんですよね。ああ、そうなんですね。はい、あと北方さんの文章の特徴として、うん、あのシンプルで読みやすいんですよ。
もう、はあはあ、あの余計なものを削ぎ落として本当に重要なこの言葉だけあれば、うん、もう十分だっていうのをっていう展開で進んでいくので、はあはあ、でシンプルで小説としても読みやすいし、あのキャラクターもかっこいいので、あのこれはドハマりできる三国志小説ですね。おー、なるほどね。すみれさん的にはどうです？その私も吉川三国志は一応読んだことがあって、うん、あと、まあ、他にもいくつかある中で北方健三も読まれました。あ、読んだ読んだ。やっぱり結構初心者でこう熱いハードボイルド系好きだったら結構いっていう感じ。そう、吉川英治が王道で、うん、ちょっとね、北方健三さんは変化球系っていう感じがするんだけど、はい、なんていうのかな、あれ群像劇っていうのは、はい、なんかその結構ね、魏五色っていう視点じゃなくて、うん、その中の誰かって主人公が明確に決まってるんですよ、何人も。あ、なるほどね、はいはいはい、で、はい、まあ主人公として北方健三さんが選んだキャラクターがその視点でその、うん、三国志の世界を見ていくんだけど、はい、あ、だから死んじゃうとその視点がなくなるんだよ。まあ確かに、そうそうそう。でまたしばらく進むと新しいキャラが出てきて、うん、主人公が一人足されたりとかっていう、それでその三国志の時代を少しずつ視点変えながら描く。あ、なるほどね。確かにそこいいかもしれないですね。その個人の、まあ、いわゆる主人公キャラがいるっていうのは、はい、やっぱ初めて的には読みやすいですね、うん、その私のイメージだと確か吉川三国志なんかは結構そのこの人はこうでこの人はこうやってみたいな感じで三人称視点の中でそうそうそういろんな人のことを書いていくから割と俯瞰して見るみたいな、はい、ずっと上から見てる感じですよね。そう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 、だから そこの違いがあって主人公個人に入れるっていうのはいいかもしれないですね。あとさっきジョーさんが言ってたんだけど、うん、呂布がねめちゃくちゃかっこいい。あ、本当に呂布かっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいい。普通なんか呂布ってさちょっとあの、うん、おばかっぽい。そうね、なんか頭動かないけど体はめちゃめちゃ強くてっていうイメージですよね。それがね、北方さんにかかるとね、うん、えらいかっこいいことになっちゃう、うん、へえ。詳しく読んでもらえる。詳しくは読んで呂布のかっこよさをぜひ味わってください。一応敵として出てくるんですか、それともそいつ視点にもなるんですか。呂布視点もあったような気がするね。 あったと思います。呂布視点もある、はい、おお、いいです。主人公の一人なんですよ。ああ、なるほどね、いいですね。呂布っつったらだって僕もだ完全に敵キャラのイメージでしかないから、そうですね、うんうん、そう、厄介な敵だなしか思ってことないけど、うんうん、その視点があるってありがたいですね。はい、そんなとこですかね、3冊。はい、はい、ありがとうございます。では最後にですね、 PR 含めて、終わりに行っていきたいと思います。蓬莱堂は本が好きな人たちが集まって好きなことができる場所として東京都北区に2020年にオープンした文学サロンです。読書仲間が欲しいとか、いろいろな人の本の話を聞きたい、本に関するイベントに参加してみたい、あるいはイベント作りたいって方でも OK です。概要欄に詳細書きますのでぜひご覧ください。ということで今回はジョジョさんの三国志本初級編参戦をご紹介いただきました。今回ご紹介したのは横山光輝さんの三国志、キングゴンタさん、イーハギンさんの蒼天航路、北方健三さんの三国志の3作品です。この中で一つでも興味惹かれる作品があったら嬉しいですのでぜひ手に取ってみてください。はい、それでは今回はここで終了です。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。